はい、皆さんこんにちは、レイです。いい天気ですね。なんか冬とは思えないぐらい暖かいいい天気で T シャツでお出かけしてます。だいぶ前になるんですけども、 R1M 日記っていう僕再生リストあるんですけど、 R1M でレースがしたくて買ったバイクなんですけど、そこでマフラー探しの旅っていうことをやってたわけなんですが、前回の動画、この辺か概要欄にリンク入れます。だいぶ時間が空いちゃいました。だいぶ時間が空きました。しばらく時間空いちゃったんですけど、一歩前進でございます。今からですね、マフラーを受け取りに行くわけでございます。 R1 用のさ、レースマフラーって、アクラボビッチ、皆さんご存知でしょうか。 MotoGP とかでも使われてるメーカーですね。信用できるマフラーメーカーって多くなくて、ひとまず安心して買えるのはアクラボビッチですね。ただものすごい高いんですね。新品定価 R1 でですね、日本で流通しているものが、40万から50万円ぐらいするんですね。なんか 250cc のバイク1台分の値段で、そんな高いのは僕は新品ではとてもとても買えません。でその次にですね、僕が候補にしていたのが日本のメーカーでですね、大阪にある YSP ディーラーの一つなんですけど、 RC 甲子園って皆さんご存知でしょうか。僕 R25 で RC 甲子園のパーツいくつか使ってるんですけど、すごく品質良くて信頼して使えるので、しかも安いんですよ。高くない。そこで RC 甲子園用の R1 のマフラーも悩んでました。で今回ですね、それよりも安くですね、アクラボビッチのマフラーを中古で、手に入れることができましたので、今からですねそれを取りに行きます。それではですね、ショップに着いてそれをですね、姿をご覧いただきましょう。どうぞ。お腹空いちゃったんでマック寄りました。マックでハンバーガーと、それとハンバーガーと、それとハンバーガー買いました。うまっ。コーラもうまっ。はい、ということでやってまいりました。僕が会員になっている、ガレージサービス D-REX でございます。ここにですね、後ろに R1 が1台、そしてもう1台ここにも R1 があるんですけど、この R1 に乗ってた先輩からですね、マフラーを中古で譲っていただきました。それではこれの中身をチェックしていきましょう。やっとご対面でございます。今回のですね、マフラーなんですが、はい、液パイです。液パイと、ここのあとですね、これがこのリンクのパイプ部分ですね。これがこうつながるわけですね。はいはい、やっぱね、チタンですげー軽い、片手で全然上がる。ノーマルのキャタライザー外して、とりあえずなんか汎用品のリンクパイプ、鉄のものをつけたんだけど、そっちの方がね重たいぐらい、これだけの長さがあって全然軽いです。これがまず液パイですね。はい、でそれ と、マフラーのステーカーボンのですね、さすがクラブビッチ、これもかっこいいですね。で細かい部品もまとめていただきました。ありがたいですね。で待望のサイレンサーでございます。これです。はい、どうですか皆さん、ちょっとこれ見覚えありません？これ川崎の H2 が最初出た時に、アクラのマフラーこんな形だったんですよね。これ口がね、ここナマズみたいになってて、かなり独特な形してますよね。 R1 のレース用のマフラーというのは当初これしかなくてですね、今ワールドスーパーバイクとかで見かけるものはもっとこう斜めにまっすぐシュッと勝ち上がってるタイプなんですけど、ちょっとやや懐かしいですね。まあ、今でも流通しているものなんですけど、今回ですね、このパッケージで譲っていただきました。それではですね、ちょっと寄りで見てみましょう。寄りで見てみましょう。はい、こんな形のサイレンサーです。長いね、長い。でここカーボンになってるね。やっぱさ、カーボン焼けるとここがこの青い感じ、これ綺麗ですね。これもねすごい軽い。でただただ今ね、なんとなく妄想してるのが、まあ、転ぶとこういうマフラー折れちゃうから、折れちゃった時に補修部品でまたこのサイレンサー買おうと思うと、アクラボビッチすごい高いので、もうあらかじめ違う、もうちょっとね、その手頃ってわけじゃないんだけども、手が届きやすい、手が出やすいぐらいのサイレンサーにこれはね変えちゃおうかなとちょっと考えてます。まあ一回つけてみて、これでちょっとパワーとか計測してみて、実際どういう馬力が僕の R1 にもきちんと出るのかっていうのは測ってみたい、ところですね。はい、じゃあですね、早速これをバイクに取り付けてみましょう。
いただきます。すっげえうめえ。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。マフラー探しの旅なんですけどもですね、まあ試しに汎用の怪しいリンクパイプと汎用の怪しいサイレンサー買ってみたら、怪しさ通り越してとんでもないクオリティでですね、あ、なるほど、粗悪品というものを買うとここまで粗悪なのかっていうのがすごく勉強になったんですけども、そうこうしていたらですね、まあこんな巡り合わせでですね、アクラボビッチのエキパイとサイレンサーを手に入れたわけなんですけども、エンジンはですね、今かかりません。というのもですね、今ちょっとコンピューター周りをいろいろですね作業していただいてましてですね、エンジンかからない、キーもオンにならない状態ですので、排気音とかは聞けないんですけども、まあアクラのサイレンサーね、このあのナマズタイプって僕ら仲間内は呼んでるんだけど、このナマズタイプのサイレンサー、僕ちょっとデザインがあんまり僕の好みではないので、これは使わずにですね、別のサイレンサーをですね買って使おうかなと思います。で、今想定しているのはね、一つとも決めてるものが、想定というか決めてるものがねあるんですけど、まあ国内でちゃんと正規で買えて品質が問題なくてちゃんとできているもので、かつ性能も良くて、でしかも何かあって転んで右側に転んでサイレンサー潰しちゃった時もまたすぐにサイレンサー買うことができる、つまりは安いやつね、っていうのを必須条件にしてたんですけども、最高に高物件なものをですね見つけましてですね、今度はそれを装着して、コンピューターの作業終わったら初めてエンジンをかけられてっていうところかなと思います。僕のマフラー探しの旅はですね、これで一旦は走り始められるかな。僕の R1M はこれでですね、あとまあちょっと細かいパーツをつければ、まあ、レーサーとして、まあスタート地点には立てるんじゃないかなと思います。これでですね、来年、レースに向けて、まあ、ちょっとその練習と、まあ、開発っていうほどじゃないけど、なんかサスペンション作り変えたりとかっていうところに初めて入っていけるんじゃないかなと思っております。で、コンピューターができた暁にはですね、きちんとあの排気がどういうサウンドなのかっていうのもお届けしたいかなと思いますので、途中あのハンバーガー食べたりカップラーメン食べたりいろいろ寄り道はしましたけども、今回のマフラー探しの旅は以上でございます。皆さんもですね、マフラーを探しの方はやっぱね、すごい難しいもので、でマフラーが変わると、まあ、当然そのスロットルとか馬力とかパワーの出方も変わるから、そうするとサスペンションのセッティングもまた変わっちゃうし、もうバイクがらりと変わってくるものだから、あの一発で決めたものがずっと使っていけるものではないっていうところがあって、僕のマフラー探しの旅、ようやくスタート地点ということで、こっからですね、こっからマフラーを選んでいく、それに合わせてセッティングしていくとか、いろんなことしていかなきゃいけないので、マフラー探しの旅、次はですね、セッティングとか実装とか走るとかね、そういうところに入っていけるんじゃないかなと思います。引き続きレイブログぜひご覧になってください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということで、以上レイがお送りしました。